今回紹介するのは、奇跡の経営。一週間毎日が週末発想のすすめという本です。理想の会社とは、経営者も従業員も会社で働く多くの方がこの問題については一度は考えたことがあるのではないでしょうか。すべての方が賛成するかどうかはわかりませんが、この本にその答えのヒントがあるような気がします。経営者が社員を信頼することをベースに、社員が幸せになってくれることを本気で考え、そのために必要なことはすべて実行する。そのことを社員が感じることにより、必要な行動を誰にも強制されずに実行する。この循環は現在普通に行われている。社員を管理、コントロールすることは全く異なる循環であり、あくまでも結果として、社員、社会に必要な会社になる。こんな会社がやはり理想的だと思いますし、そのような会社を作ることができたら、それは理想的な人生だと思いました。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。